私は川田由紀。そして少し大きくなった私のお腹を撫でているのが夫のたかし。まもなく愛する家族が増えるんです。おかしいのよね。時期的にはもう少しお腹が大きくなってもいいのに。病院で聞いてみる。そうだな、でも大丈夫だよと安心させてくれる夫。でも一人目と違う、何か違和感を感じていた。今妊娠14週に入っている。圧は正常だし体重もしっかり増えてるね。そうですか、よかった。次はエコーで見ましょう。あれあれ、どうかしたんですか。先生の表情が明らかに曇ったのが分かった。私は一気に不安に襲われた。風邪をひいてる人家族にいる？いえ、私も家族も元気ですが。なんでエコーと関係ない話？まさか赤ちゃんに何かあったの？では待合室でお待ちください。後ほど詳しく説明しますので。後ほど？はい。不安で押しつぶされそうになりながら1時間が経った。そして、川田さん、お待たせしました。今日ってお一人ですか？はい、それが何か。いえ、では中へどうぞ。診察室に入るとたくさんのエコー写真が並べられていた。心して聞いてください。これは今日のエコー写真なんだけど。はい。これから突きつけられるであろう事実が怖くて心臓がドクンドクンと飛び跳ねた。後頭部が体の大きさと比べて小さいのがわかる？わかります。これはね、頭が成長してないってこと。つまり赤ちゃんには脳がないんです。脳がない。先生が何を言っているのか全く飲み込めなかった。これは無脳児といって治療法がない症状なんだ。お腹の中では生きられても生まれたら生きられない。先生、何を言ってるの？生きられない？結論を言うと中絶をしましょう。中絶？頭の中が真っ白になった。たかしに電話しなきゃ。もしもし、ゆき、どうした？たかしの優しい声に感情があふれ出た。それでも泣きながら必死に説明した。たかしはただうんうんと聞いてくれていた。無脳症とは神経学的奇形症の一つ。日本では1万人に対して10人の確率で発症し、原因については不明。 75% が死産、残り 25% も1週間以内にほとんど死亡。医師が中絶を勧める絶望的な病気だ。どうして、どうして。ゆき、私は現実を受け入れられず一晩中泣き叫んだ。そんな私をたかしはずっと抱きしめてくれた。後日、夫と一緒に説明を受けるため再び病院を訪れた。脳がなく生存できる確率は限りなくゼロです。そうですか。何度聞いても心をえぐられるような現実だった。あんたたちのせいじゃない。辛いけどこれは本当に本当にどうしようもないんだ。助産師の佐藤さんが私たちの目を見て言い切った。あらゆる出産を見てきた彼女の言葉は重かった。これから中絶することになるけど、奥さんは赤ちゃんを見なくていい。なんでですか？見ちゃうと引きずるからさ。特に女の人は次の出産に進むためってことさ。前へ向かせようとする言葉、少し心が楽になった。トール、上の子にはどう説明したらいいでしょうか？赤ちゃんはお空に帰っちゃったっていいな。子供は空想の世界を信じてるから大丈夫。トールにはそう伝えることにした。赤ちゃんね、お空に帰っちゃったの。どうして？お空が好きなんだって。じゃあもうお空にいるの？そうだよ。するとトールがベランダを開け、赤ちゃん、さよなら、またね。空に向かって叫ぶトールを見て、私は涙が止まらなかった。たかし、私はお腹の中で育ってくれた赤ちゃんに会いたい。僕も会いたいと思ってたんだ。そして今日は出産日。そう、赤ちゃんと出会ってお別れの日。佐藤さん、赤ちゃんに会いたいです。そりゃそうだろう、お母さんだもん。しっかり見てあげな。さあ、分娩室に行くよ。佐藤さんは背中を押してくれた。そして私は出産した。生まれた子はとても綺麗だった。確かに頭はなかったけど、目が私にそっくりだった。綺麗だ、本当に綺麗だよ。ありがとう。できれば一緒に生きていきたかった。でも出会えて本当に良かった。本当にありがとう。
本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。他の動画もぜひ。